さて、16部のね、ズクズクバッキングいかがでしたでしょうか。やっぱりこれをキープして、ずっと続けていくっていうのはですね、非常に難しかったりします。やっぱり同じことをね、繰り返すと結構大変なんですが、これが安定してできるようになってくると、他のプレーにもね、きっと、いい部分が、伝わっていくと思います。ということで、この辺はね、ベーシックになりますが、まあ長く気長に練習してもらえればと思います。という感じで今回はこの辺で。